どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。生放送やっていきたいと思います。今回はポケモンスカーレットバイオレット全クリアした後の生放送ですね。全クリアの様子は YouTube にアーカイブがあるのでぜひぜひ見てってください。こんばんは、やっていきましょう。てかこれ最初の始まりさね、全クリするとBGM 変わるんだな。全クリする前までは普通の感じだったじゃん。ポケモンの BGM 流れてるわ、ここ。こんばんは。変わるんだ、全クリすると。あの後、全然触ってないから。ちょっと、レベル上げしたぐらいかな。で、校長室に向かう。ちょっと向かうか。まだ向かってなかったんで。ここに。クリア後のやつね。どうなるんだろう何が始まるんだろうな。多分まだなんかあるんだよね、きっと。そう、BGM なんかね、やっぱ変わるみたいだわ。やっぱ変わるみたいだわっていうか、クリアすると、あれが聞こえるんだろうね。クリアした人にしかわからない。全クリしたからね。いろんな思い出が蘇るよ。校長室？多分クリア後のなんかまた。ちょっとしたイベントがあるんじゃないかな。あ！あ、主役のご登場か。一面。ココレモさん、こちらへ。なんだなんだなんだ。何が始まる？怒られる流れ？これ。なぜかな？なぜか呼び出されると怒られるみたいな、あるけど、そうじゃない時もあるからね。さあ。怒るなんてとんでもない。課外授業の宝探し、皆さんの功績についてです。タイムマシンを停止させ未来のポケモンたちの暴走を阻止。本当に素晴らしい行動でした。校長としても私も鼻が高いです。 無許可で立ち入り禁止の場所に入ったことはよくありませんが、ははですよね。パルデアの豊かな生態系を守ってくださったことに免じて、不問とさせていただきます。怒られんかった。おっと、他の皆さんには渡したのですが、ココレモさんには、こちらを。マスターボール？マスターボール？クラベル校長マスターボール持ってたの？野生のポケモン必ず掴めることができる。最高性能のボール。フトゥー AI がね。フトゥー AI が、毎回出すときこれマスターボール使ってたでしょ。普通1個しか持ってないんだけどね。それとこの前お渡しした電動バッジはアカデミーで素晴らしい功績を挙げた生徒だけが持てるものです。バッチに恥じない生徒の鏡として学校生活を送ってくださいね。頑張ります。頑張ります。皆さんの将来が楽しみです。あれみたい。アーニャのあれみたい。それと、ペーパーさん、博士のことは残念でしたね。そう、どんなポケモンでもゲットできるからね。こんばんは、いらっしゃい。まあ、父ちゃん死んでるって知った時は辛かったけど、不思議と今はすっきりしてんだ。父ちゃんの研究、やりたかったこと、大穴の中でちょっと分かったし、タイムマシンなんてすげえもん作るためには、子供の相手なんてしてらんねえよな。物分かりがいい。
物分かりが良すぎるペパだから、ガキの頃から続いてた俺のモヤモヤはこれでおさらばだ。マフィティフやダチのこいつらと卒業までスクールライフ楽しむぜ。最終的にあれじゃない、ペパーも博士なるんじゃないか。さすがフトゥー博士の立派なご子息です。卒業するために単位は全然足りてないですが死に物狂いで頑張ってくださいね。勉強はあまり良くない。え、そしてワン校からチャンピオンが新たに生まれたのも喜ばしいこと。チャンピオンなったからな俺。大穴の活躍を公に祝えない分、こちらはアカデミーみんなでお祝いをしたいですね。はいはいはい、だったらポケモン勝負大会を開きたいです。もう一人のチャンピオンでも。ポケモン大勝負大会？何？また面倒なこと。マジ、ネモいな。もうあれじゃん。それはなんかネモ専用の言葉だね、それね。ネモっぽいな、みたいな。ポケモン勝負大会ですか。多少ネモさんの私利私欲感はありますが、いいんじゃないでしょうか。他の行事の準備もあり、あまり大規模なことはできませんが、お話は聞かせてもらいました。うん、出た！おもだか来た！その大会、ポケモンリーグも一肌脱ぎましょう。いや、結構大ごとな行事になってない？大丈夫？トップ。これはこれは、おもだかさん。喜ばしい申し出です。裏若き才能たちを育むためなら、協力は惜しみませんよ。しかし、ポケモン若い目だけに伸びしろがあるわけではない。この学校の先生方は、元ジムリーダーや図鑑開発者、ポケモン育成に長けているものも多い。ですから、私は提案します。教員や生徒、そのすべてを交え、学校最強のトレーナーを決めるのです。先生ともやれるの？もちろんトップも出場しますよね。部外者だからダメじゃん？いやいや、この人は確か学校の理事長でもあるし、あ、理事長なんだったっけか。おもだかって。マジ？なんでも超人さんかよ。いや、これ初情報じゃない？これ。チャンピオンでもお誘い感謝です。私でよければぜひ参加させていただきたいのですが、少々仕事が立て込んでおり、スケジュールを開けるのが難しく。そこをなんとか。もしチャンピオン心もがお仕事を手伝ってくだされば、私も出場できるかも。おい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 、完全に俺いいように使われてないですか。俺、いいように使われてませんか、これ。手伝います。何をすれば、うん、どっちみちやんなきゃいけない。ここに、ここのコメントに、それって私をいいように使おうとしてませんかって。手伝いますしかねえよ。お、ありがとうございます。チャンピオン、これも。あなたには私の代わりに、各地のジムを視察してほしいのです。チャンピオンランクを目指す者たちを、優しく導ける存在であるか。その強さに限りがないか、チャンピオンとして勝負し、ジムリーダーたちの力を見極めてください。私が選んだ逸材ですから、滅多なことはありませんが、まあ形式的なものですね。新しいチャンピオンのお見目には絶好の機会です。トップが来ると思い準備してますから。以前戦った彼らとは別格の強さですよ。また戦うんだ。また戦うんだっていうか、また戦うことができるんだ、ジムリーダーと。しかも、さらに強くなってるってことだね、これ。本気のジムリーダーと戦えるの羨ましすぎる。確かにね、サラリーマン、青木もね、ジムリーダー用のポケモンで戦ったり、さらに、ね、チャンピオンロードでまた出てきたり、そしてまた、さらにそれより強くなってるってことでしょう。
青木が一番やばいんじゃないか、この中で。なんか一人何役もやってて一番のなんか能力者なんじゃないの。能力ある人だよね。それでは私は別の仕事に、 LP システムの脆弱性についてボタンさんと改善案を考えましょう。ハッキングされたからな。うちこれから溜まってるアニメ消化する予定、ご協力感謝しますね。やります。それではよろしくお願いします。ボタンさん参りましょう。まあな、悪いことしたからね、問答無用で手伝ってもらおうと。いや、ラップ対決またあるかもしれないな、これな。これもやったじゃん、トップを呼ぶためにファイトだよ。もう一度順巡り楽しんできてね。私は大会開催できるように学生課に申請したり準備進めとくから、生徒の自主性に校長感動です。皆さん頑張ってくださいだな。なんだなんだなんだ、今の間はなんだ。自分だけちょっと取り残されてる感を出す演出。いや、さらに強くなってるって言ってたからね。正直、マップエリアで行きたいところ。正直な、ほら、またなってるわ。びっくりマーク出てる。もう一回戦うんだ。いや、気になるね。まあまあまあ、今回は、ちょっとそれとは別で、それとは別でね、その、生放送中もさ、光ってるポケモンいたでしょ？ちょいちょい。こういうね、こういう、ここにいますよっていうのではなくて、ランダムで、それこそ白竜とか、海竜とかもそうだけど、それをね、ちょっと、見つけて探しに行こうかなって思ってて、今日はね、今回は。そこに行こうかな。どこに何かいるかっていうのは、ちょっと、調べたんだよね。それをちょっと捕まえに行きたい。南、ちょうどこれ見えなくなってんな。4番エリア。南4番エリアのここら辺。もう2個。ここにあのポケモンがいるんでね。うん、飛べない。一回出る。校長は、もう寝る気にはならないんじゃない？スター団ではないからね。スター団と戦うってなったら、もしかしたらワンチャン、また出る可能性はある。ここだな。ミライドンがね、あ、しかもそうだ。ミライドンも戦えるからな。戦いに行けるからよ。その子たちをちょっと、光ってるポケモンたちを、まったりゲットしていきたい。モンスターボールは？モンスターボールあったっけ？足りないね。買っとこう。まあ、ジムリーダー強くなってるだろうから、ちょっとレベルとか上げないといけなそうだしね。40個ぐらい。ミライドンのやつ良かったでしょ、最後の。激アツだったよね、マジで。ほんとあれは見てほしいな、みんなに。よし、行こう。ゼビエは、そう、新しい友達。
捕まえてたんだけど、一緒に旅はしてなかったね。この子がね、進化するとなんか強いらしいのよね。この上か。もうどこにでも行けるからな、南オーバーエリア。あのポケモンがいるんだよ。本編でも戦った、一度戦ったやつ。お、こんなところにブレイブバードコイン、これ来る。今図鑑のポケモンは何匹だったかな。結構埋まったような気がする。捕まえた数140、戦った数293。生配信でこれだけ言ってるからな。でも相当飛ばしてきたからね。飛ばしてきたっていうか、ポケモンを捕まえるみたいな配信じゃなかったからね。それでもこんだけいったぞ、140。さあ、この子かな。はい、いた、いたよ、いました。口のビータでいいな。見つけた。さあ誰でしょう。一度戦ってます。不意打ち作戦いく、いっか。初期だったらほぼ終わり。確かに151匹だもんね最初。でもあれだっけ、初代ってなんか140ぐらいしか捕まえられなかったんだっけ。結局リーフィアです。もうクラスタル使っちゃえ。大文字、この子もゲットしちゃおう。こんばんは、いらっしゃい。そう、クリア後もね、なんかイベントがあるみたいだから、それもね、動画であげるか生放送でやるかだな。今日はとりあえずこの光ってるポケモンたちをちょっと、まだゲットしてないやつをゲットしたい。草タイプでしょ。よしよしよし、イーブイの進化系一応戦ったね。え、あ、そっか、願い事か。じゃあこれ一回サンダースで、やばい、またこれ倒しそうで怖いわ。あ、電磁波、あ、ミスった。このサンダース電磁波ないな。これ電磁波ないわ。これで逃げてもダメだよね。雷10万ボルト、シャドーボールだと倒してしまいそうな気がするな。ドローンチの方いいかな。また難しい調整始まった。特攻、また難しい調整始まったぞこれ。ドローンチの方がいいか。ドローンチで削った方がいいかな。サンダースだと今一つだけどな。これのサンダースの特攻バチバチに上げてるからね。215もあるから。効果いまいちでもなんか倒しちゃいそうだよな。そっか、願い事あったから一旦待てばよかったね、これ。そう、EV マスターになりそうですね、これは。EV の進化系全部ゲットできそう。一番威力低いので、
噛みつく。噛みつくならいけるでしょう。よしよしよし。竜の波動でもいけるか。いや、いい。無理すんな。無理すんな。よし。急所に当てちゃダメ。ただこれでゲットできるかな。次あれだな。麻痺。電磁波使える3ダス使わないとね。あ、一発！一発です。一発。ナイス。やった。リーフィアゲットした。草タイプの、イーブイの進化系だね、これ。おー、素早さ早い。いいぞー。はい、図鑑は揃ったね。図鑑揃ったやん、イーブイ系多分、全員。全員揃った気がする。あとはゲットしてない子がいるから。よし、こっちのサンダースで。もう EV だらけ。EV のイベントがあったからね。いろんなタイプの EV がいるのよ。例えばさ、だからこの、テラスタイプ炎とかだとさ、例えばシャワーズにすると、炎効果抜群なんだけど、水打つと貯水して、体力回復するみたいな、こう、いろんな戦略が、あるみたいなんだよね。そういう風に戦略的にやれるらしい。とりあえずだからゲットしといた。なかなか出ないらしいからね。イベント限定らしいから。あとは、次はね、あ、近くに、この近くにもう一体いるな。もうちょい近くにいるね。ん？トレーナーもいる？このトレーナー戦ってないな、きっと。シャワーズで。シャワーズで行くか。トレーナーとも戦うか。せっかくだしね。ここ俺の秘密基地。負けたら出てって。お前が出てくことになるけどな。バックパッカー、勝行。お前が出てくことになります。これはもう、見たことないっす。え、踊り鳥、戦ったな。これ、踊り鳥、あれ？踊り鳥、事務戦の時もいたけど、もしかして違う？なんかあの、チアガールのポンポンみたいなの持ってたじゃん。チャンピオンと戦った時。もしかしたら、あの、地域で変わるのかもしれんな。生息地域で。あ、ヤドキングは変えましょう。これサンダースだな。ヤドキングは水だよな。水と、水だけかな。水と氷とかかな。ふん。放電。もう近くにいるあのヤングースの進化系も、ヤングースじゃないな、あれ。なんだっけ。メンチ切ってるやつ。ムクバード。これはシャワーズです。鳥だな？いや、わからんけど。飛行でしょ？どうすんの？どうすんの、勝行。秘密基地から出てくことになるけど、ここ俺の秘密基地になるけど、いいかな。ポーズ最後まで相性うる覚えでクリアしたのすごいよね。そうでしょ。なかなか覚えられない。出ていくのは俺。
うん、だから言ったじゃん。言ったじゃんね。最初の方に。あれ？この子は？この子も知らんな。なんか雪山で会った子にちょっと似てるけど。違うのよ。君じゃないのよ。オラついてる、あ、オラなんたらだ。オラついてるやつだ。あれ？この子。いけ。あ、違う違う。あ、やっちゃった。倒しちゃった。ドーミラー、あの雪のところで戦った子と似てるね。次行くか、次。あれ？勝之、そこ俺の秘密基地だからさ、ちょっとどいてもらっていいかな、勝之。ここまで来るの大変だよな。俺たち二人の秘密基地。おい、言ってること、あれか？お前男じゃねえな。男に人間はない。言ってることがさっきと違うけども。嘘ついた？嘘ついてるね。あ、またいた。この子、この子。いつの間にか二人のものになってるわ。これゲットしちゃおう。あの、結晶ポケモンに似てない？なんかあれみたい。ノクターンだっけ？ルビー・サファイアで出てくるやつ。あ、そういえばね、ポケモンセンターに行くと、まあ、ポケモンセンターにだけじゃないかもしれん、知れんけど、チャンピオンの、ココレモさんって言われんだよね。チャンピオンになると最初にチャンピオンってつくんだよ。鋼エスパー。あ、ドータくんの、あー、ドータくんのあれだ、進化前だ。おい！オラついてんな。オラチフ。オラチフ、オラついてんな。そう、ドータくんのね、進化前だ。そういうことね。じゃあ次行きましょうか、次。まずは光ったポケモンリーフィアゲットして、次は、南5番エリアだな。ここら辺？一旦飛ぼう。うわ、ジムリーダーとの再戦、ちょっと楽しみだな。どれぐらいレベル上がってんだろう。強い。全員、あれかな、60レベル以上ぐらいになってんのかな。じゃないとさ、さすがに上がっても、この草タイプのところとかも、全然余裕だよね、きっと。もし60とかめっちゃ上がってなかったら。なんだこれ？これは？黒くてまがまがしい杭が埋まっている。杭を抜きますか。これ本編で一回も出会ってねえな。杭を抜くとボロボロと崩れて消えてしまった。え？なんもないの？いろんな箇所にあるとか？いろんな箇所にあってそれ抜くとなんかあるとか？なるほど、他にもあるぞ。ん？これは？あれ？ひまわりじゃない？ん？ひまわりだな。これがあるところにあの杭があるとか？いや、これまだ、遊べる要素あるぞ、全クリしても。まだまだあるね、これね。呪われる音鳴らない。ドラクエの、ドゥン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 。まがまがしいって書いてたもんな。まあ、今回は光ってるポケモンを探しに行くってことで。はい！いました。
誰でしょう。シャワーズ。先にサンダースにしてもいいのか。電磁波入れといてか。誰でしょう。この子誰だ。お前も誰だ。あれ、ロックオンできない。あ、気づいた。来た。いいよー。ブースターですね。よしよし、来たぞー。ゲットしちゃう。もうブースターはね、本編で出会って不慮の事故でね、ゲットできなかったからね、せっかく見つけたのに。お、フレアドライブ耐えれるか。うーん、絶対強いよね。EV の炎の進化系だね。よし、ブースターもゲットしよう。まだ持ってないからな、ブースターは。しかも炎のテラスタルだから炎の威力がめちゃめちゃ上がる。いけ。マジか。それ以上は削れないぞ。さすがの体力管理のプロでもさすがに無理だぞ。しかも俺もうブースターの時急所に当たりそうで怖いから、あの時のこと思い出すんで。あ、惜しい惜しい惜しい。もうこれ以上無理よ。これ以上無理だから、もうひたすらモンスターボール。ひたすらモンスターボール。根気強く投げて。もう急所当てないから。もう急所に当てないから。急所に当てないから。連打行くか、じゃあ。奥義。A 連打。いけ！二度蹴りいいよ。エレだ。いや。頼む。あ、惜しい。なんでリーフィアの時は麻痺がないのに、ブースターの時はやたら手に入らない。いけ。いけ。エレだ。いけ。よーし。結局ね、根気強くやることが大事なのよ。シャワーズ61になったぞ。首の周りのふかふかした体毛を広げ、900度まで上がった体温を冷ましている。あちあちじゃん。ブースターって触った瞬間やけどするぞ。皮膚溶けるぞ多分。よしよしなんかした時にはもう終わり。あちあちです。しかもフレアドライブ覚えてる。攻撃力が高いな。シャーブースターゲット。あ、ちょっと一回ツイートしよう。今日のね、 YouTube にあの動画も上がってるんでね、最新作そのツイートしないと。イエーイ、ブースターゲットでーす。
さあ、あと2体だな。いや、見た感じ。次が、こっちだな。ここら辺？ここら辺だな。あ、ちょっと。ベイクジムも強くなってんだろうね。ココさんのポケモン見に来ました。いらっしゃい。全クリしたアーカイブはね、YouTube にあるんで。今日はその後の物語です。チャンピオンって言われるんだよな。俺チャンピオンなんで。よし。で、こっちだ。でも、俺的にはね、その、クリアした時もそうだったけどさ、なるべくなんか、レベルギリギリでいきたいんだよね。勝てるか負けるかのあのギリギリの戦いの方が俺好きだからさ。そういう意味ではジムの再戦するときに、全然70とか、80とかあってほしいんだけど。でもポケモンって、だいたい60、70超えることないからな、あんまり。トレーナーとか。バリバリ俺100相手とかでも俺いいんだけどね。100相手に80レベルとか90でなんか勝つみたいな。そういう試合が好きなんだよな。こっちだな。ん？あれ？ここら辺だな。目的、あ、もうちょいそっちか。やっぱさ、こう、難易度高い方が好きなんだよね、俺ね。楽勝でクリアするのも好きな人いるんだろうけど。それよりも、あ、キルリア？これも捕まえちゃう？これなんだ、ドラゴンか。だったら、ニンフィアじゃない？これ捕まえちゃおうか。確かゲットしてなかった気がする。いや、いいね。クリア後も楽しめるのいいな。それこそ、再戦ジムは、YouTube で生放送か、動画であげてえな。結局鉄の武人ってサーナイトの未来系だったのかね。キルリアの進化系で。しかも、今回はドラゴン。珍しい。はい。ワンパンかな？ムーフォースいったれ！熱いよ！うちのニンフィアちゃん。可愛さに反比例して、いや、比例して強すぎる。可愛いし強いし。いっけ？こんばんは、いらっしゃい。ゆっくりしててください。永遠にレベル上げするタイプです。レベル上げるのも楽しいからね。俺はもう、ギリギリのレベルぐらいで、ガンガン進んでいきたい。しかも今回ほら、相性とかそんなわかんなかったから、さらに難易度高いじゃん。それがね、やっぱ、あ、これは絶対、配信でやった方が面白いと思ってやったんだよね。よし、キルリアゲット。ドラゴンタイプのキルリアって珍しくない？サーナイトの進化前。で、ここら辺なのよな。もうちょいこっちか。もうちょいこっちか。このジムに吸い込まれるのやめてほしいな、これ。ここね。
さあ次のポケモンは何でしょうか。ここら辺にいるはず。見当たらねえな。必ずいるわけでもないのかね。目撃情報は、ん？この上？まさかな。これは登れない？さすがに。あれでもそこになんかアイテムあるよね。あれここら辺にいるはずなんだけど、いないな。ん？この上とかじゃないよな。あ、いえ、こっちだ。いや、いいんだよね。さっきのとこだよな。あの上にアイテムあるぞ。これどうやって取るんだ？上から飛んでいかないとダメ？登れないこれは。なんでだよ。なんで崖登れんのに。あ、これ上がっていけるね、これ。ほら、あった。あう！危ない。気合玉。この上か？この上にいるのか？あれ、いないね。全然いないね。あれ？じゃあ、いないのかな？一応、情報ではここら辺に、光ってるポケモンが、いるはずなんだけど、完全ここだな。まさか光ってない？光ってないでどっかに隠れてる？いないよね。この子じゃない。いないな。じゃあ出ないこともあんのかな。じゃあ次行ってみるか。ね、次は、東3番。東3番のここか。まあスカーレット・バイオレットってオープンワールドでめちゃめちゃ移動できるけど、まあ移動するのが大変だけどさ、その分ね、こうやって空を飛んだりとかミライドンで移動するのできるからすごい便利だよな。出ないこともあんだな。上登りの、もういっぱいいる。あれ、ブロローンじゃない？あれブロローンだよね。こんなところにいるんだ。ここら辺、あそこかな、あの洞窟かな。いや、レベル差はね、結構ね、やっぱあるとね、大変よ。やった人わかると思うけど、俺はなんとか俺はなんとかできたけど、軽くクリアしたい人は、レベル上げて、がっちり上げてやった方が、多分難易度は下がるから。この中か？あと俺の、シャワーズとか、サンダースって、特攻をね、めちゃめちゃ上げてんのよ。ポケモンってその努力値っていうのがあって、それをね、こう、最大限上げると、
同じ個体でも能力差が出るというか。だから、こんなところにいるの。お、なんかポケモン。こんなところにいるわ。なかなか見つからん、これは。だから同じポケモンでもね、変わるんだよね。強さが。俺のニンフィアとサンダースとシャワーズは、特攻をバチバチに上げてるから、レベル差があってもネジ伏せられる場合があるのよ。それでもまあレベル差ってでかいんだけどね。ムーンフォース。あ、ムーンフォースじゃなくて、エスパー系にムーンフォース入んのか?いける。強え!条件とかはないと思うけどね。ハリテヤマがなんかもう、ハリテヤマが、この人のポケモンなんじゃないかってぐらい。よし、やろうじゃねえか。そんなやる気ならさ。あそこ通れなくなってるんですけど。あ、しかも何これ。あ、俺が戦うことになってないこれ。行けっつって、俺がやられる。お、俺がドレインキスしたみたいになってる。ポケモンよりも前に出るトレーナーです。ポケモンよりも前に出るトレーナー。そしてここめちゃめちゃ、もう絶対ぶつかるやん。あ!危ない!危ない!狭すぎ。狭すぎ。あれ?いないな、また。そして。危なかった。あ、ここか。この中か。嫌でも戦わなきゃいけないみたいな。ポケモンよりもトレーナーで、さすがにトレーナーとハリテヤマ戦ったらやばそうだけどね。まあそれがね、俺はもうチャンピオンだから、ハリテヤマさえももう余裕で倒せる可能性ある。ハリテヤマのハリテ食らっても、おお、全然全然、うん。全然余裕ですよ、みたいな。あれ?いないなぁ。目的地はここなんだけど。出た。ヤングース。合ってるよな。もう一回確認するか。そうね、ここら辺。ここら辺だな。洞窟。ここら辺の洞、あ、こっちか?ん?さっきあっち側に入ったんだっけ?この中かな?あ、いたー!いたいた。あの子です。あ、君じゃないんだな。さあて、誰でしょう?ちょっと待てよ。先にサンダースだな。誰でしょう?この子は俺は持ってません。こんなところに、こんなところにいたんだね。エーフィーです。来た。あれ、ボタンとの戦いでエーフィー出てきたっけ。出てきたようなエスパータイプのイーブイの進化系。いいよ。いいね、サイコキネシス。この技好き。強えんだよな、ニンフィア。おお、よくわかったね、エフィン。
光ってて見づらいのはもうどうしようもな、なら光ってるポケモンなんで、それはもうどうしようもならん。シャドーボー、ワンパンなんじゃないの。耐えるね。いいよー、これでイーブイの進化系いよいよイーフィーゲットするといよいよね、残り1体になるな。あ、惜しい、あとちょいだよ。あれだよ、 EV の進化系パーティー作れるよ。よし、いいね。エイフィーゲット。太陽ポケモン。エスパータイプ。最高記念室。いいね。特攻高いな。特攻高。これはいいぞ。エスパータイプのエースになれるんじゃないか、これ。はい。残り1体。残り1体です。イーブイの進化系。次はね、別に、可愛い子ばっかり集めてるわけじゃない。偶然よ、偶然。普通に欲しいなって思ったやつがちょうど可愛いっていうだけであって。北二番。というよりもあれだよ。ポケモンはね、可愛い子が多いんだよ。北二番エリアの、ここら辺かな。これ吸い込まれるのこれ嫌だな。ここ。あと1体はブラッキーです。ブラッキーなんだけど、ブラッキーがさ、さっきいなかったんだよね。あと1体なんだけど、いなかったから。なんでいないんだろうな。バグかな。はい、いたいたいた。いるぞ。そこにいるぞ。あれ？あれ？ケッキング？ケッキングじゃないな、俺欲しいの。まあでもいっか。あれ、ケッキングって電気入るような、ノーマルだよな。不意打ち。後ろからの。ケキロ姿で。やばい、配信切れちゃった。あ、来た。大丈夫かな、配信。まあまあまあ、でもケッキングが強いからね。いや、お前が不意打ちすんのかい。お前が不意打ちすんのかい。こっちが不意打ちしたと思いきや。いいぞ。帰るか。神砕くが効果抜群。シャドーボールも効果抜群。そしたら、ニンフィアのシャドーボールの方がいいかな。誰ってケッキングだよ。俺一回捕まえたでしょ。この子ね、確かね、能力値の合計一番強いんだよ。その
すべての能力値の合計値が一番強いポケモンの中で、そういうそんなポケモンに対して誰って言ってんだからね。でも見た目からじゃ全然想像できない。その代わりにこうやってなんか怠けたりして攻撃しなかったりするんだよね。捕まえちゃおう。ゴーストタイプのテラスタイプ、これは珍しいぞ。よーし、そう並んで寝てたキッキング、戦いもしない、ただ横なってる。休日のあのお父さんですね、休日のお父さん、テレビの前でね。お、進化する？あれセビエレベル上がった、今上がったのか。来た、この子進化すると強くなるらしいから、まだ可愛い。セゴール、もう一段階進化するんだよ。ドラゴンタイプだからね、これ強くなるぞ。もう図鑑埋まってんね。来た来た来た、いいぞいいぞいいぞ。何レベルなったんだ今、41か。 OKOK、トレーナーがいるね。まあ、ニンフィアでいいか。強くなるよドラゴンは、大器晩成だけどだんだん能力上がっていくから。あ、出た、腹張りだ。なんじゃも、なんじゃも思い出す。 51! この学生強えぞ、なかなか強えぞ。充電すんだよな、すごい。マジか、麻痺した。腹張り51、愛を感じる、腹張り、腹張りへの。てかね、電気タイプってね、弱点が少ないんだよな。その点、俺結構好き。まあ、効果今一つも少ないんだけど、必ず大体等倍で入っちゃうんだけど、その分ちょっと防御力低いイメージだよね。ただ素早さ速くて、弱点がないから、麻痺させて、みたいなね。だから俺サンダス好きなんだよな。たまげすぎた。51や、びっくりした。確かにここ、あれだっけ、格闘団が近いエリアだっけか。もう一体んだよね。違うのよ。俺は、休日のお父さんを捕まえに来たんじゃなくて、テレビの前で寝転んでるお父さんみたいなポケモン捕まえに来たんじゃなくて、もう一体いるんだよな。これは？あ！これは！地面タイプ！ちょっと待って、これあれじゃん！あの子じゃん！完全に。あの可愛いネズミ。あの可愛いネズミだよ。なんだっけ？輪っかネズミだっけ？あの横になってるでしょ？テレビの前でこうやって。頭こうやってね、まさにあのキッキングの。あれ？違うな。2体、進化系か？進化系だな。2体だったもんな。一家ネズミ。一家なってる。これ欲しい。可愛いんだよな、これ。いいぞいいぞ、捕まえちゃえ、波乗りで。これはいけるな。
強えな、やっぱな。特攻バチバチに上げてる俺のシャワーズ強すぎる。HP もバチバチに上がってる。286だよ。60レベルで。60ちょいで286ってことは、100レベルだったら430ぐらいいくぞ、きっと。金銀とかルビーサファイアの時もそれぐらいあった気がするもんな。で、それでなんか溶けるでめっちゃ耐えてみたいな戦法やってた気がする。家族なってるね。そう、ポケモンでもね、ポケモンって結構頭使うんだよな。よし。いける。イカネズミなってた。かわいい。3匹なったんだね。2匹だったのは。いけ！捕まえちまえ！ネズミポケモンがさ、可愛い子ばっかりなんですけど。俺が知ってたネズミポケモン、ピカチュウとピチュウとかライチュウだったけど、どんどん可愛いネズミのポケモンが出てくる。イカネズミ。可愛い。イカとかけてるんだろうね。地面タイプのテラスタル。ファミリーポケモン。3匹家族。いつの間にか子供が増えていた。家族のようにクラスが、3匹の関係は解明されていない。謎を。謎多いね。打たれ強い。こんなにちっちゃいのに打たれ強いんだ。しかもほら、微妙に、真ん中の子は上着、上の服着てるけど、左の子下の服着て、なんか、二つ分けてるやん。一個の服分けてるやん。一カネズミゲット。いや、家族じゃなかったらもう、複雑すぎる。そしたら、一応触れないでおこそう。それに関しては、触れんようにして普通に。なんだこの子。この子なんだ？いろいろそれは複雑です。あー、なんかあの子の進化系かな。強いなー、そして。電気ポケモンか。食らわないわ。でもあっちも電気しかないんじゃない？これ一旦、逃げるか。いや、あ、ダメだ。電気しかねえ。この子あの進化系だな。わかるぞ。いや、違うのよ。俺がね、もう一体見つけたいのは、ここら辺なんだよな。ここら辺に、いるってことだけど、でも、あ、間違えてた。違った。もうちょっと、こっち側だ。そりゃいるわ。そりゃいるわ。そりゃそこに欠勤軍がいるところだもんな。俺、欠勤軍お父さんがいるところをピン刺してたわ。こっちです。お目当てのあの子いねえわと思ったら、それはいねえ。そこ、欠勤お父さんいるところや。下にいたな。ドラパルトの進化前。あ、ルカリオ先生じゃない？ルカリオ先生！先生、こんなところに。こんなところにいらっしゃったんですか？75レベルのルカリオ先生ゲットしたけど。もう一体ゲットしてもいいと思っちゃう。サンダース。まずは電磁波か？ああ、なんか、
ちっちゃい子近づいてきて。ルカリオの戦、弟子が近づいてきちゃった。50レベル。先生、大先生がでもいるからね。75レベルの大先生と出会ったから。この子はまだまだ。雷だと倒しちゃうかな。放電ぐらいで。あ、いや、あ先生先生急所、先生急所食らった。あ、弟子、弟子リオル弟子、あれ先生よりレベル高え。弟子だけど先生よりレベルは高い。捕められるかな、まねっこ。あ、電磁波してくる。残念、効かないんだな、まねっこって。捕まろう、かわいいな。先生よりレベル高いのおもろくない？ちっちゃいのに。いいよ、まねっこしてもいいよ。あ、惜しい。蓄熱しちゃうんだな。同じ電気ポ、電気技は蓄電されちゃうんだな。いけ、世代交代。よし、多分リオルは捕まえてなかったよね。いきなりあの75レベルの大先生と出会ったからさ、リオルをゲットするタイミングがなかったはず。今日のサムネになってるやつだね、ルカリオ先生は。マジビビったよな、あのタイミング。あのタイミングで、あ、弟子が、あ、違った。部外者だった。関係ない人だった。ルチャブル。無理だこれ、調整できない多分。あのタイミングでね、あ、いた。あのタイミングで75でできたらもうそれは先生だよ。何レベ違うんだよっていう。まあまあ最初電磁波だな。誰でしょう、ストライクが。ああ、ストライクが早い、はい、ストライク足速え、俺より全然速え。ゲットしようか。電磁波だときっとやられるよな。どうだろうな、ギリ残ってくんないかな。ストライクはもう初代も、初代のポケモン。ちょっと残って。あー、さすがダメか。やっぱ効果抜群だと、ダメだね。誰でしょう、この子。ミミッキュです。あ、まじ、違う。あ、待て。ほら、オッケー。ミミッキュのラップバトルした時に出てきた子、素早さめっちゃ速かった子、サンダースよりも速かった子。フェアリータイプだ。ピチューみたいなね、こうしてんだよね。首コロンってなるやつ。1回目の攻撃はね、首コロンってなって耐えるんだよな、何でも。いいぞ、よく耐えた。これで化けの皮、ほら一回何でも耐えるっていうね。ほんで、フェアリータイプに、あ、ないな。特に効果。同じフェアリーで行くか。かわいいよね、ミミッキュー。この子もちょっとゲットしたかったからね。フェ
フェアリータイプの。もともとはうそーん強いめちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強いぞ。大丈夫か、シャワーズでいくか。65だもんな、なんだかんだでこんなちっちゃいのに65だからな。はい、ハイドロポンプです。俺のハイドロポンプ、あ、当たんない。ハイドロポンプが当たらない。当たればめっちゃ強い。バチバチに特攻が。いけ！うわ！えぐ！えぐすぎ！ミミク強いよ。よし。元は、フェアリータイプなのかな？あ、でもゴーストのリーダー使ってたから、ゴーストタイプとフェアリーなのかな。多分あれ、下が、下のあの、あれが目なんだろうね。体にある点々。あっちが本体なんじゃない？中に誰がいるのか。うっ！オッケー。お、どんどん上がってくね、レベルが。化けた姿。ポケモンだと認識されていたのは最近のこと。それまでは布をかぶったお化けだと思われていた。ピカチュウのね、あの、下が目なんだろうな。ピカチュウじゃなくて、ピチュウの。よーし、ミミクゲット。すごい欲しかったのよね。あ、あそこにミニルいる。こんなもんか？とりあえず、まだいるんだけど、まだいるんだけども、とりあえずかな。あ、もう一体。もう一体欲しいのいるな。もう一体行くか。ここら辺か？ここら辺だね。もう一回、最後にブラッキー見に行く。なんでいないんだろうね。もう、あれ？ちょうどここに。あれ？これは、あの、お宝が、お宝ポケモンがここにいるのでは。あ、いるやないか。やっぱりいた。いるよね。もう一体捕まえちゃおう、これ。あ、違う違う。あー、でも調整難しそうだな。いけるかな、これ。レベル何なんだろうな。レベル、高いポケモンばっかりだから。捕まえよう。ミミック。35。まずは麻痺させて。そうだ、先生からもらったあの峰打ち誰かに覚えさせればいいね、これね。峰打ちはあの相手の体力確か絶対1残す技だから、それを覚えさせてガンガンダメージ与えて、そうすると捕まえやすい。そうだった、それを覚えさせればいいんだ。このレベルなら、いや、噛み砕くやっちゃうと倒しちゃいそう。フリーズドライぐらいか。水タイプにも効果抜群になる。マジ？それいいね。普通効果いまいちだからね、氷、水に対して。
珍しい技だな。いやーもう無理か。次なんか倒、ギリ残しそうな気もするけど、怖いよねなんかね。これでいけるんであれば。よし。いいぞ。ね、だから、毎回、このコレクルと戦うときに、そのギリギリに立つの何？スリル味わおうとしちゃってんだよね。ポケモンとの戦いのスリルの前に、自分で、スリル味わっちゃってんだよね。この高いところに。やるやん。スリル楽しんでるやん。あの上か？あ、あっちか。いいね。スリルアジアのいいスタイルいいね。俺と一緒やん。ここだ。この子かな？あ、この子だ。この子もちょっと捕まえておきたい。サンダースで。この子はね、防御力がめちゃめちゃ高いらしい。俺もパルシェ持ってるじゃん。シェルダーの神格。あの子も、超高いのよ。その子よりも、パルシェンよりも確かなんか高いんじゃないかな、この子。あ、やべ、電磁波で食らえない。あれ？できる？いける？あ、いける？あれ？岩タイプに電磁波っていくんだっけか。もう相性むずい。全部覚えるのむずいね、相性。そのままじゃあ、雷で。うわ、当たんね。氷タイプだな。氷だけども、照らすタイプがいいわ。全然当たらない。70% なんだよね。確率が。お互い当たらない。よし。強っ。ゲットしちゃおう。この子はなんか、防御力上げて、こうタンク役として、いろんな攻撃を吸収してくれるタンク役として活躍してくれそう。やべ、すぐ出てきちゃった。すぐ出すぎだろ。後ろに小塩がいる。小塩に関してはもう覚えたな。一番覚えてるかもしれない。なんなら、名前。なかなか、ゲットか。もうこれ以上削れないからね。いけ。あれなんか捕まる気配がないのはなんでだ？モンスターボールと相性が悪いとか？こんなところでマスターボールは絶対使わない。スーパーボールか。同じ。なんか青で合わせたい。あながち間違いじゃなかった。あながち間違いじゃない。同じ色で合わせるというスタイル。もう上がったぞ。56。ワンチャン進化するんじゃないか？僕、防御絶対高いよ。ほらー。165だよ。もう素早さめっちゃ遅いけど。耐えて耐えて、っていう感じだね。まあ、氷だと炎めっちゃ暗いけど。めちゃめちゃ硬い。見た目がそうだもんね。56、あー、まだ進化しない。まだか。じゃあ58とか60かな。こんなもんですかね。あ、もう一体いるな。もう一体いる。ね。北側。ここら辺かな。
ここら辺に捕まえたいのは。ここ飛んで。なんか色で合わせたくなるじゃん。青色のポケモンはなんかスーパーボールでみたいな。モンスターボールだと全然ダメだったね。全然捕まえられる気配がなかった。よし。もう一体。今回のポケモンで初めて出てくる子だと思う、確か。何回か戦ってるけど。あそこか？あそこだな。光ってるポケモンは基本的には変わらないみたい。ずっとその子。白龍もそうだったじゃん。倒してももう一回出てくる。この子だね。食らうのかな、これ。いけるか。スター団の改造者としてなってた子よ。ブロロローン。炎タイプ、テラスタイル、麻痺させてく。この子単気筒ポケモンだったけど、今6気筒ぐらいになってんのかな、これ。エンジンポケモンだっけ。炎だからシャワーズ。そう、あのスターダのね、改造者の一部となって出てくるやつよ。オーバーヒートは食らわないぞ。強い技だけどね、オーバーヒート。残念。波乗りだ。強い。強すぎ。いけ。ブロロロロームも、お、早っ。これ、何の違いなんだろうね。めちゃめちゃすぐカチッってなるときと、何回か動いてなるときと、なんか違うんだろうな。やった。鋼と毒、テラスタイプ、炎。攻撃高っ。この子も防御とか高いのかと思いきや、一番高いの攻撃だ。まあ、HP も高いけど。いいね。いいぞ。しかも図鑑も待っていく。よし。で、最後じゃあ、ブラッキーに。なんでいなかったんだろうな。いないなんてない。どういうこと？ここ。これがもしかして、情報が間違ってるとか。それあり得るな。ブラッキーを捕まえてしまえば、一応 EV の全進化揃えたことになるから。ここら辺光ってる子がいないな。光ってるは見えるもんな。なんだ、そしてこの塔。これ絶対なんかあるだろう。この上。気になってしまう。気になって。ブラッキーもそうだけど。一回あの上行
いや、もうね、チーム EV 作れそうだよね。あ、これクルーのコイン。ここになんかあるだろう。あ、これクルーか。あとで捕まえよう。ここら辺なんだけどなぁ。他のところ、なんか間違ってるか？光ってる子。あの上？あれ。出た！バビモッチ。耳にドーナツみたいなのついてる。これ光ってないとかだけじゃないよね。あっち側に光ってるやつあったけど、あっちまで行くはずないよな。なんだろうね、ブラッキーバグで今出現しないとか。ヤバッチャ、ヤバッチャ捕まえたね。捕まえたっていうか倒したね。ソーブレイズ進化させるためにヤバチャのかけらを集めたのが懐かしい。違うよな、これは。そうだもんね、草のこの上か。ルガルガン、ルガルガン意外と強いからね。あ、ブラッキー、ちょっと待ってよ。洞窟にいるぞ。外にいるんじゃねえわ。なんか、どっかに洞窟、ここら辺に洞窟ないか？入れるとこないか？洞窟だ。またあの、エイフィーみたいに、洞窟の中にいるぞ。こっち側かな。どっか入れるところ。この下とか。いないか。ん？もう違う。なるほどね。外じゃなくて洞窟ね。もうちょいアップ。ここかな？ここら辺なんだよな。やっぱあっちだよね。洞窟。ここら辺？ここに入るとこある？ない。もうちょい、あ、こっち側？もうちょいこっち？こんばんは、いらっしゃい。見つかりそうで見つからないね。うお、怖っ。張り手山に押し出される。崖んとこに押し出されちゃう。ここ、なんだよね。ここら辺なんだよ。情報では。あ、あれか？あれっぽいな。ここだ。ここだ、ここ。
全然違うじゃん、情報と。いや、違うな。普通の、ただの洞窟か。戦ったよね、確か。山がある。あれ？マップには存在しない幻の洞窟とか。街、もしかして、この街の中に、街の中になんかある。実は。いや、マジでここなんだよね。ここに洞窟？上？上か？ブラッキー、これ。すごいな、見つけるの大変だね、これ。洞窟にいるのは分かりづらいね。いけ。そういうことでも、こんなところにいたら、やっぱりこの、ミライドンの登りきる能力、崖登り、これ覚えないといけないもんね。こっちはまた草だもんね。あっちもまた違うもんね。腹張りいる。地面の、あそこは何なんだろう。ブラッキー、最後の子がなかなか見つからん。誰だ？やってみるか。あ、違う違う。見たことないね。この形。シャワーズで行こう。シャワーズで。一瞬ルカリオ先生かなと思ったけども、また違う。ないなぁ。一応、マップでは、そこにいるよって。もしかして場所が違う？もっと奥に洞窟とか、あんのかなぁ。あれ？切り刻ん？あれ？切り刻んってもしかして。出てきたよね？あの、チャンピオンリーグでさ。あれ？もしかして進化前じゃない？名前が似てるぞ。この進化前な気がするな。オッケー。キルキザンってあの子の進化前だろ。で、こっからな。こっからダメージがなかなか入りづらくなるんだよね。テラスタルしてもいいかもな。強いぞ。ブラキ夜だけ出てくるとか、確かになくはなさそうなんだけどね。洞窟って書いてあるから多分洞窟の中にいるんだろうけど。その洞窟がね、そこにあるよっていうところにないんだよな。俺がただ見つけられてないのか、ただ単に場所を間違ってんのか。
いや、いいんだよな。ここで合ってんだよな。あ、そういうことか。わかった。場所が。なるほどね。しゃあ。ひりきさんゲット。この子を見たことないから、多分、スカーレット・バイオレットの新ポケモンなのかね。もうわかりました。それはわかんないわっていうところにいる。そりゃあなかなか見つかんないわけだ。でもここに来たからよかったね。切り刻ん。ゲットするタイミングが。アクト鋼。ほら進化前だ、やっぱり。よっしゃ、ブラッキーこれ、いけるぞ。多分ね、新しいポケモンだよ。ここの中ですわ。一旦ここ行って、マップ上では、あそこか。マップ上では、そのちょうど下になってるからそこなるのね。これは難しい。オッケー。もういいよ。もういいよ。もういいよ。降りていいよ。あ、まずい。全然降りない。ちょっと、もういいよ。降りていいよ。あー、やばい。なんか、おかしくなった。あ、まずい。あ、なんだこれ。やばい。俺が、崖にへばりついてるみたいになっちゃってる。降りれもしないし、まずいよ。ちょっと待って、これ、やばくない？空飛べないし。降りればいい。危ね。降りれてよかった。危な。ライドできない。よし、ここで降りていいんだけど。降りるっていう、あ、まただ。また同じ。いいよ、ここで降りればいいか。もう。危ねえ。一瞬、あそこで全部終わりかと思ったわ。俺の人生、あそこに乗ったままかと思いきや。よっしゃ、行くぞ、ブラッキー。最後。ラスト。焦った洞窟だから空飛ぶでも移動できねえし。最後のイーブイの進化系です。降りれもしない、登れもしない。よしよしよし。いよいよ全種類揃うね、これ。え、ちょっと待って、呪いやめてって。待って、これ呪いで、あ、そっか。ん？ゴーストタイプじゃないから効果違うな、これ。オッケー。ゴーストタイプだと自分の体力削って相手に呪いかけるけど、違うと確か効果変わるんだよ。うわぁ、焦った。また呪いで自動的に死んじゃうのかと思った。しゃあ来た！ブラッキー。これこそあれじゃない？ダークボール。ブラッキーをダークボールでゲットするのよくない？暗いところだと捕まえやすいやつ。夜に。ブラッキーって言ったら夜だよね。ブラッキーゲット！これで全種類だね。
近寄るものを恐れさせるために体の輪っかの輪っか模様は暗くなると自然に光り出す。特防鷹。耐えて戦う感じなんだね。やった。これでほら、全部揃ったぞ。イーブ、シャワーズ、サンダーズ、ブースターって。さあ、で、洞窟から早く出たい。リレミト使いてえな。リレミト。ルーラー使うと頭ぶつけるから洞窟から出るときはもうリレミトなのよ。リレミト使いてえ。一瞬で移動できるからね。ドラクエ。EVK コンプおめでとうございます。ありがとう。やったー。 EV 全種類ゲット。よし。光ってるポケモン。他にもいるんだけどね。まだ他にもいろいろいるんだけど。とりあえずね。とりあえず俺がちょっと気になってるやつ。大体ゲットできたんで。揃ったぞ。作れるね、これ。EV パーティー。EV の進化系パーティー作れるな。しかもあとセゴールとドローンチもあとちょいでもうちょっとレベル上がればなるんじゃないかな。最後の進化系にエイフィブラッキーブースター、あと配信外でグレイシア使われてんだよね。コーリーのグレイシアも光ってるポケモンでいて、で、サンダース、ニーフィア。よーし、まあまあまあ、こんな感じかな。あとはセゴール進化させて、ドロンチも進化させて、海流。まあ、いろいろちょっとレベル上げてみたいな感じだね。はい、ということで。今回は、まあ、クリアした後のね、物語、ちょっとやったんですけど、どうやらね、まだ大会、ポケモン学校の大会があるみたいなんで、それもやりたいのと、あとジムリーダーがさらに強くなってまた再戦できるってことだから、それもやりたい。だから、それはまあ、次回その動画か YouTube の生放送でやろうかなと思います。で、あと、光ってるポケモンも他にもあるから、それも探したりとか、あと今日ほら、クイ抜いたじゃん。あれとかもちょっとまだやってないやつだろうし、それをまた生放送で続きとかやりたいかな。たくさんのコメントありがとうございます。ジムのレベルが上がってるらしい。俺チャンピオンだったから、さらに強くなったジムリーダーと戦えるみたいだからね。それもやっていきましょう、次回。今回はまあ、この辺で。終了したいと思います。今日もたくさんのコメントご視聴ありがとうございました。あと YouTube にね、そのクリアした時のアーカイブは全部載ってるんで、まだ見てないよって人はぜひ見てください。超おすすめです。知らない、ポケモン知らない人も知ってる人も楽しめると思うんで。あと今日も最新作上がってるんでね、ぜひ見てってください。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もポケットモンスタースカーレットバイオレット続きをやっていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしててください。それじゃあ、バイバイ。次回の動画生放送でまたお会いしましょう。バイバーイ。